お疲れ様です。今日はですね、こちらのマジアチャドリルオールブレイカーやっていきますなんですけど、トルネはね入っていないオールブレイカーというわけで、まあめちゃくちゃ攻めます。はい、もうゴーストユーのドリルオールブレイカーウッドを無限で繰り返して、まあマジアチャで抜きながらみたいな感じで、これ世界今10位ぐらいのね、はい、方が使ってるデッキなので、まあチャンピオンも入ってなくて使いやすくてね、はい、しかもめっちゃ楽しいっす。僕はデッキ大好きなんで、なんかファイボとかロケとか入ってなくて、なんか攻めまくって攻めまくってみたいなね、あのメガナイトオールブレイカーみたいな、だからあんま呪文入ってないデッキは好きなんですよね。さあよろしくお願いします。この人何回も見たことあるな。で、まあこのデッキというか、なんかドリルで僕すごい思うんですけど、ドリルってこのタワーの前に飛ばすとめっちゃ強いんですよ。なんかたまたまはみ出てね、一発二発とか入ってくれるんで強いんですけど、やっぱ毎回真面目なのもね、あんま良くないんじゃねえかというとこで、何回かねおふざけ、おあれなんかいい位置にいるな。めっちゃ入ってるぞ。あれも泣いてる。これ言うの出してきゃよかったな。さあいきなり2000、あれありがてえな。ラッキーパンチ、そのドリルね手前に飛ばしていけば強いんですけど、やっぱお遊びがね、あーあのサブガチで打つやつ課金して俺も買っときゃよかった。うん、たまにね後ろに飛ばすとめっちゃ強いです。はい、まあ、横に飛ばしたりしても強いんですけど、たまに裏に飛ばすいうのもめっちゃ強いんですよ。なのでまあ基本前に飛ばしながら稀に裏に飛ばすっていう、あガチやばいやばい、韓国電波によって行かれた。ちょっと待って、生きてろ。あ、生きてる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 、やば、まだ1分半ぐらい、1分半はもった、1分ぐらいちょっと損したけど生きてます。うわーガチ、今韓国いて、あーバルーンの方ね、そう韓国いて、ちょっとねお家の電波はあまりよろしくないみたいで、さあ大砲いっぱい置いていて、大砲ゲーなんだ。あー取れねこ、さあスバラトルに来る。一応韓国でね、あのシェアハウスしてんすよ。しようと思ったわけじゃないけど、なんか知り合いと2人ぐらいで来てて、2人ぐらいで2人なんですけど、だからなんか宿取った先に偶然先にお客さんがいるっていう謎状態で、でオーナーもなぜかその一室、なんか4部屋ぐらいあるんですけど、勝手にって言われたな、勝手にオーナーもゴロゴロしててでオーナーの女の人で、その旦那さんみたいな人もいて、一般のその女性もいるんで、5人ぐらいでね、あのシェアハウスしてるんですよ謎に。寝る部屋とかはねもちろん違いますよ、けどお風呂場とかリビングとか、そう韓国語で何言ってるのか分かんないし、まあ、でも英語分かる人には分かるんですけど、まあ、僕英語分かんないんで、まあ、分かんないじゃないですか。まあもうこの後ろから無限にドラゴン来る、やばい。さあでもこのデッキの強みは施設がねこんな感じで2個あるんでね、いっぱい釣れますよ、いっぱい釣って、ベビドラの、あーこれベビーのタグ取りたかったです。まあでも右が入ってんでいいとしましょう。さあ対空ほぼなしデッキなんでちょっとめんどいけど、こういうのでちょっと攻めたり、うざめいね。さあ後ろを向いて、これはモーブリカがいけいけいけ、さあ入らない、ワンチャンフリーズまであるんで、これでもしっかりね、ケアリング、ここのフリーズはね読めない、ああちょっとめんどいっす。さあさあさあゴーストとかでプレッシャーかけとくとね、相手もね守んないといけないんで、ここはもう手前でいいか。さあこれセンスの、いやセンスなかったけど、マジやちゃ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 、あとちょっとちょっと、オッケーオッケー、お前それずるいって、そのスタンプちょっと俺も欲しい、買いそびれたスタンプちょっと欲しいっすよね。さあみたいな
だいぶ危ないね。あれはね、ちょっと良くない、良くないマッチアップだな。うん。さあ、というわけで、まあ、やっていきますか。ちょっとね、オーナーとか今家出てるんでね、ゲストも。若い女性の方がね、はい、泊まってて。なんでこの場所を予約したのみたいなのが言ってましたけども。まあ今ちょっと人いないんで、その間に静かにどうぞください。帰ってくると厳しいです。はい、動画上がんなかったら、あ、家にゲストとかいてあんま大声出せなかったんだなと思ってください。スケキン使ったからね。よいしょ。で、まあまださっきのドリルの話に戻るか。ドリルは、まあ、めっちゃ強いんですけど、手前に飛ばすの。謎にトルネが入ってんの。え、トスキハンタートルネ。ちょ、俺のドリルの話さして。え、なんなの、いきながらマジ。いや、ガチでわかんないっすね。トスキ。わかんねえ。考えれば考えるだけ無駄か。え、あ、考えるだけ無駄か。スパキはめんどくさいっすね。今日好きスパキ、好き聞いたぞ。さあスケラとかあんの。ああ、本当に。危ねえ。危ねえけど。いや、これやば。キョスキスキスケラ。意味わかんねえの来たな。いやー、これちょっとめんどくさいですね。非常に。まあ、マジアチャーでも残りそうだけど。残るって言ってもか。まあ、一旦ね。まあ、読まれたら読まれたら。である程度飛ばしていって、おマジアチャで居抜けるとね、神なんですけど。耐えたい。おマジアチャ、あ、いやー、マジスタイル。いや、だいぶきついな、俺。なんか、スパーキー、やっぱマナ君の本気が伝わってくんな。本気だ、これは。トリガーなのあれ。ちょっと今日できる。おい、それ残ってほしかったね。そう、山雨取るねか。いや、だいぶきつい。だいぶきつい、なんだこれ。ちょっと入りそう。いや、でもこういうのはね、もう行かなきゃ。でも、スケキンもいっぱいいて。やばいっすね。やばい。あ、誰に作ってくれるけど、もう絶望なんですよ。ちょっと、なんだ。変な、変なん来たな。これやばいね。なんだこれ。さあ、そんでですよ。ドリルの飛ばす位置なんですけど、さらにね、この手前と横と奥と内側まであります。で、この内側で、なんかいいのが、これができるんですよ。これで逆サイのタワーのターゲット取れるんで、左サイドウッドだけとかだったら入るんですよね。あ、これこれこれ、タルババだけ。あ、雪までしっかり来ましたね。うわー、ボムタワー、あれやん、タル雪、みたいな。あれあれ、ボムバル。ボムバルはね、だいぶだるい。射抜く、これ射抜いてみな。
いやー素晴らしい。あでもやってくれ。うわーいいっすけど。さあボムバルはまあこのデッキ見たら分かるのに空がないのでマシアチャなんかもういないいないようなもんなんでね、タイクリニットとしては。よいしょ。さあ、まあどうしようかというところで、まあ今みたいな内側ボム、内側じゃあな、ドリルの逆サイボールブレーカーも結構初見ではさせれません。でも2回目、3回目やってると、あこいつこれしかしてこねえやんってなるんで、やめた方がいいですね。初っ端だったら意外と使えるっすね。まあみたいなね。基本ドリルは前でいいんですけど、交互に前と横、まあ前、まあ、交互に3回か4回にちょいちょい変えながらやると意外と相手からしてもきつかったりします。さあこれ相手のバルーンを大砲ドリルでキング起動したいですね。まあ、あとはちょこちょこプレッシャーかけてかな。まあ、だいぶ嫌なマッチを引いたが、まあ、ちょいちょい頑張る。で無理しない。おお、なんかブラフブラフもあるモンストロそんなやついたな。いやードリル攻め使いたいんだけど。わ相手すげえなんか見てくるっすね。なかなか攻めては来ない。安定主義者だ。あこれボム壊れたんで行ってみ。強っ。さあタルユキがめっちゃ強い。まあ、言うて頑張れている。サロマスクは強い。うん、あこれは美味しいですね。近畿できないか。あでもどのダメージ追い上げられるかっていう話。もう一個入っちゃうのやばいね。こんな感じで喋る余裕ね、喋る余裕ないんですけど、今ねドリルを横じゃなくて裏に飛ばしたことによってちょっと流れが変わったんですよね。やばねなんかいや説明がだいぶね難しいんですけど、まあ、前飛ばしながらのこうゴーストユーノとかでプレッシャー与えてると、やっぱゴーストユーノの受けにね前にコスト使いたいんで、タワー前にで後ろにドリル飛ばすとタワー後ろにもコストを割かないといけないっていうので、なんなら前に出したユニットを後ろに下がってあれあれあれみたいな事故が起きるんで、さあ翔ちゃん来たよろしく。俺と名前が一緒の元セリカスクエア所属のね三種使いです。はい、懐かしい。何年前だ。うん、一緒に高め合ってたな。よいしょ、4、5年前か。サークルあれ多分ね、もうゴブリン咲いた、バゴムレコウモリに
まあ、ザップで一発。いやでかい。しかも一本お願い。お前キンキとできやめろ。いら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 。これはねいい攻めですね。あんまり一本貯められるとね良くないんでね。ゴリゴリ攻めて一本取って逃げ切りたいぐらい理想っすよ。これね、タイムもう一個上に置くとね、高見さんして壊されるんですよね。うわー、いいエリコンだ。で、ゴブリンまでいるんで。全部止まっちまうかな。あ、でも、え、ドリルってさ、ゴブリンにそんな勝てんのっていうぐらい今強かったっすね。さあ2040、まあ、裏ドリルとかもしながらね。あんま言っていいかす行き過ぎぐらいだけど、まずこの行き過ぎぐらい行く方がね絶対いいんすよ。さあこれ折れれば勝てるな。1本21で30して出させたくないんでね。こんな感じで中途半端に攻めてます。さあマジアチャがでも最強だなこの相手には。入れて M 悪いな。2発入る。あーいいザップ。さあマジアチャ低め徹底ですね。さあからのラッシュです。ガガブルかな。どうやって守るの。マジアチャあんたの M。マジで残したい。無視できない。いやマジマジやつ強っバランス調整すればこの子加工されないっすよ。実は加工された方がいいカードこのカードだったり説がある。あーこれはもうコウモリとかしかいないんで。そうっすね。オッケー。さあグッドゲーム。ジャイ戦士もねやばいよねなんかゴルネになってるしね工場が。なんかいつの時代のデッキって昔からね。そう翔ちゃんジャイ戦士使いなんでね。さあ翔ちゃん対決をね制したのは翔ちゃんってとこでまた三種が来ましたね。三種は瞬切りフレッシュ海外勢か。エレクトロウィザさあいきなり仕掛けちゃってもねいい気もするけどやめとくか。ゆっくり行ってここは M にしたいね。はいはい。ああこれはもう残ってるね。行きます行きます。さあさあさあ頑張れ。 OK これでかいぞ。ビビビランドで大砲置いてウォルブレーカーで陸受けすればいいんで。陸受けないな。よいしょ。ハエボソブ来たら終わる。内側に寄せて。はいはいはい。いいね。ウッドだけで2コスだけでね止められる工事はもうへっぽけちっぽけ野郎です。はい。さあ別行か。まあポイズンだったらねめちゃくちゃありがたいですね。そのマジアチャゲーできるんですけど、ファイブだった時に今のガゴに対して出すマジアチャとかもここって限られるじゃないですか正直。なのでそれを読まれて読みファイブとか来てあガゴ無理やんってなるとだいぶ渋いが。お前めっちゃ強くんの夜向き。いやオールブレイカーまで行きたいんですけど男の許容だ。いや男だ男の許容すぎる。
そうはさせないよと。さっきので反省して、さっきみたいなのをねやらせてくれないよと。このブースぐらいねあげるよねって。さあ落ち着いてね。今日の俺はちょっと落ち着いてます。異常にオーナーが帰ってこないかそわそわしてるから変な落ち着きがあります。さあポイズンだった。まあここは暇でしばいて消えろ。うわい、ザップでこれは左にペック来て、右一本折れるぞ。さあこういうのはね後ろに飛ばすといいんですよ。後ろにも前にも、あーもうキングやん。めちゃめちゃキング折りたい人や。まあ守っちゃうんですけどねさあせっかくならこのペッカで射抜いて差し上げよう。一発えい気持ちいいこのクラウンね、まあ、特に意味ないけど なんかね、なんか2本取りたい、たまにやる。さあいいんじゃない、スモーキーグルーイ。さあもう攻めまくんのがねマジで強いんでね、一発で持ってく破壊力ありますね。ドリルゴーストユーのウォールブレイカー追加みたいな、ポキポキ野郎ですね。まあでもそれこそやっぱ形組まれた時に完全に守るっていうのはねこのデッキちょっとむずいんで、 2-1 で勝つとかはね結構多い気がしますね。さあすれ違い通信して、いやもしかするぞこれ、もしかするやつか、もしかする。ああ着衣だった、着衣めんどいっすよね本気で。もっとかもしてほしい。うん、もう6コスにして、さあちょっとわかんねえ。あ着衣ロイ、アチャック衣類ってでも珍しいっすよ。これ家の走るだ。いけ、うわー、なんで走れるっしょ今の。アチャック衣類はね、珍しいな。最近ハンターロイ、フェニックスロイとかなんで、まあ、めちゃんこ珍しいほどでもないけど。さあ、ロイ系ってことが分かったんで、まあ、ゴースを抑えたら相手はもうドリルがねえっちゅうやつっすよね。もうゴースト裂いた瞬間はもう本気でやりにくいか。圧着がねちょっとやっぱ、あ、しかもファイボ、まさかのファイボはやばいね。あんた待って突破できないや。いいフードが来た。さあとりあえずゴースト裂いてほしい。いやファイボなんでもうマジ打ちは左サイド徹底。嫌だな。いや。いっぱい事故ってほしいんですけど。それで面白くなる。面白くなる。そういった言うのが、いやーそっちにウッド使ったらゴブリンもおいみたいなね、こう裏に飛ばすのがね結構事故りやすいんで僕めっちゃ好きなんですよ。でここで急に前みたいな、さっきまで裏だったやんっていう。お次裏っすね、さすがにそれは舐めてる。
いやー着撃きつい。攻めっとしたいな。でもマリでもいいな。気づいてる。でゴブリン、いやーウッドで強制はみ出しの系。さあマジはちょっと大砲ね、どっちかは残ります。これも守れないだろう。いやロイジャイのフィジカルがやばい。おいやばロイジャイロイジャイでドリル顔面できるやつあんま見ねえけどな。さあなんとかね勝っていく。さあというわけでこちらのマジアチャドリルね超楽しいです。はい、僕はねすごい好きなんで皆さんもぜひやってみてください。チャンピオンもねいないし、来シーズンもこの中で下放されるカードもウッドぐらいか。まあでもウッドは全然強いと思うので、はい、使えるかなと思います。よければチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。